どうもーやんです今日は2020年1月28日火曜日、えー、火曜日の、えー、昼ごはんになります、えー、今回はですね、えー、僕の大好きなお弁当屋さんほっこりキッチンのお弁当になります油輪チ弁当ですね鶏、えー、の油輪チ弁当になりますで、えー、もう一つ小皿小皿というか小鉢というか えー、副菜として、えー、黒豆ですね黒豆これですね黒豆がついていますで今日はまあこれでも十分ダイエットの食事になりますんで、えー、今日の昼ご飯はは、えー、これのこの弁当のみとなりますということで以上となりますありがとうございます